こんにちは。こんばんは。レイです。今回は、まあ、前回ね、カップリングになった女性に、まあ、実質断られたみたいな感じになりまして、まあ、意気消沈してんじゃねえのと落ち込んでんじゃねえのってね、思うかもしれませんが、別でちょっとね、いい、まあ、兆しというかそういうのがありまして、まあその辺をちょっとね、報告していきたいなぁなんて思っております。まあちゃんと、自分の動画を好意的に見てくれてる人は、大丈夫かなこの人落ち込んでんじゃねえかなとか、まあ次があるよとかね、いろいろ心配してくれたり応援したりしてくれてるとは思うんですけども、まあアンチのね、アホどもは、今ざまあ見ろとかって思ってるんでしょうけれども、まあそんなのを吹き飛ばすぐらい、まあ、ちょっといい話がありまして、なんかマルチ商法みたいだな、いい話とか言って、前にね、動画で何回かしつこく上げさせていただいてた、AI 機能の方じゃなくって、K 市のね、埼玉県 K 市の結婚相談所みたいな、相談室みたいなね、ところがあって、そこで登録しましたと。で、写真も持ってって、独身証明書も持ってってということをね、やりましたということを言って、で、1回ね、申し込んで断られたわけなんですけども、で、2回目、ようやく。で、2回も申し込んで、多分そこで動画は、こういう方に申し込みました、みたいなところで終わってたんですが、年齢は44歳という結構上の女性なんですけれども、まあ、俺からしたら年下にはなんだけど、で非常に写真では、かなりの美魔女です。別にその、綺麗さで選んでるわけじゃなくて、俺は年齢で今回選んで、もう別に子供はいらないので、一緒にね、楽しく人生を過ごしていける方がいれば、その40代の女性で全然問題ありませんっていうね、ことなので、大体まあ写真からね、何割か実物は落ちるというところなんですが、その結婚相談室の世話焼きのおばさんね、担当者がいるんだけど、その職員の方から電話があって、その女性に申し込んでた女性が、あなたのお見合いの申し込みを OK しましたと。OK ね。うん。で、ただそれだけで喜んでるわけじゃなくて、やはりその女性の方は写真も綺麗だし、で、その担当者曰く、写真ともう変わらないぐらいお綺麗な方なので、って言ってました。だから申し込みは自分も申し込んでましたけど、他に3人、合計4人申し込んでたんですね。で、その4人の中で1人しか選べませんので、で今度の、3連休か、ちょっとね、友達と釣り行く予定になってたんですけど、申し訳ないっていうところで、一応断りの LINE をね、まあ日にちずらしてくれないかと。ずらして もらえないんであれば、まあそのお見合いが終わってから、まあ釣り場の方へ駆けつけますよっていうね。まあ午前中なんでね、お見合いの方が。まあ、きちっとお見合いをして、誠意を持って対応させていただいて、まあ、そこから友達のところに駆けつけようかな、なんて思ってますんで、まあ、なぜじゃあお見合い断れないのかって言ったら、その、川越の相談室っていうのは、土日休みの人っていうのは平日もちろん行けないから、土日空いてるっていうのはもう、第2日曜日と第4土曜日しかないので、これを逃すと今度第2日曜日、12月の日曜日になっちゃうんですよ。それとあと女性がもしかして伸ばしたら他のやっぱ男性に変えてくれっていう話になりますので、やはりその縁というものがありますから、人間っていうのはね、その縁を大事に俺はしたいっていうところで、まあ元々男友達にはみんな言ったんですよ。俺婚活するから、どうしても遊ぶ約束よりも婚活がもし急に入ればそちらの方を優先するよと、申し訳ないけどって話はしてたんですよ。だから今回ね、ちょっともう本当にね、先から予約は、遊ぶ予定はしてたんですけど、もう、まあ釣りはいつでもね、行けるので、うん、友情が別に軽んじてるわけじゃないんですけど、今しかないこの時間、瞬間、俺がもう一年一年、もうこの1秒、本当に1分1秒が、商品価値が落ちていく年齢なので、もう時間がないんですよ。とにかく時間がない。だから、どうしても、その日にちの日程の件もあるし、ずらせないっていうね。もう2回しかないんで、月にね。2回しか動けるところ。だから申し訳ないけど、これで、ずらしてくれという話はしてます。どうしてもやっぱりこれは行かなければなりませんし、自分から申し込んでますからね。うん。で、非常にその、ね、
女性の方も4人の男の中から自分を選んでくれましたんで、その辺も感謝というね、気持ちもあります。だからその担当者の方も4人の中からあなたを選んだんだからっていうところで、これもまた一つの縁であり、またちゃんとしたそんなにね、上下スーツでネクタイっていうのはいらないと、なんか結構ラフな感じで会いましょうみたいなことを進めているんで、まあすごいね、世話焼きのおばさんなので、お互いにちゃんとそれは伝わってますから、で必ずまあジャケットとシャツとねパンツ履いて、行きたいと思ってますんで、あとちょっとね、髪型がパーマ伸びちゃっててどうしようかなっていうんで、まだね日にちはありますんで、まあ、その辺で、ちょっと髪の毛も対応していこうかなと思ってます。でまあ色はね染めてるんで、もうねアッシュブラウンっていう形で、ちょっと茶色明るいんだけど、うん、まあでもね、白髪頭なんかよりか全然いいんだよ、白髪ありませんので、やっぱりね黒い中に白っていうのは目立ちますから、そういうのは やっぱり細かく気を使って俺はケアをしております。やっぱりそのね、もう年齢がいってるんだから、少しでも若く見られるようにする、若作りをするじゃないですけど、そういうのは必要なんですよ。だからおっさんだからっておっさんの格好したら本当におっさんになっちゃうんで、うん、そんなのはね誰からも選ばれませんからね、かろうじて自分なんかはもう年齢上の方ですけど、よくね婚活パーティーって第一印象カードっていうか、いいねって言ってくれるね、好印象カードにある程度チェックつきますんで、まあゼロの時もあったけどね、あったけど、うん、まあ、そういう形で一応自分なりの努力、商品価値を上げる努力っていうのはしております。であとは常にね、まあ年下の友達が多いので、まあ、常に若い感覚でいられるっていうのは頭の中が、でやってることも、まあ、釣りはおっさん臭いかもしれないけど、ルアー釣りなんで、もう世代関係なく10代の子もやってるし、20歳の子もやってますし、あとはボードスノーボードもやってて体を動かしてますね。だから普通のおじさん世代よりも、全然その生きとはしてるのかなというところで、生き生きてもなんか おっさん臭いかな、うん、まあね、そんな形でアクティブに俺は動いてますんで。で、やっぱりね、その写真も ちゃんとした写真も撮ってますし、まあ、プロフィールも、年齢そんなにね、もうギリ400万ぐらいですけれども、全部足してね、俺の副収入も合わせて、400万ぐらいですけど、うん、まあまあそこそこ安定した会社にはいますので、だからまあ、相手を困らせることはないです。借金もありませんし、ギャンブルも酒もタバコもやりませんので、昔はね、タバコも黙々吸ってましたけど、もうね、15年経ってますんで、やめてから。うん。まあ、その辺は全てクリアになってますんで、その代わりそんな貯金額はね、あんまりないんで、うん、そんな1000万とか2000万あるわけじゃないんで、まあ、そこそこ生きていく分にはできるかなっていうところですね。で、相手の女性の方も美魔女ですけれども、うん。別に顔で選んだわけじゃないんで、プロフィールと、要は年齢ですよね。年齢と、住んでるところの近さというところですね。うん、その方は別に軽視じゃないんで、自分も違うとこ住んでますから、そちらの方でちょっと近いところがあるのかなというところで、あとちゃんと働いてる女性、一応その方も社員で働いてますんで、2人で生活していくんであれば、2人の収入で、合算して、そうすればプチセレブなちょっとね生活ができるんで、ちょっとそしたらそういうね、うまくいったらそういう動画も作りたいなと思ってます。まあもちろんね、渡辺直美の女性の方は一応友達います。まだね休みが合わないんで、長い時間会ってないので、急にだからそこへ行こうとかそういうふうには考えてないんですよ。まずゆっくりちょっとその方は吟味してということになります。贅沢言ってんじゃねえよってね言われそうだけども、いやそうじゃないんで、うん、焦ってやっぱり相手に対しても失礼なことは取りたくないですし、で自分は自分で婚活はある程度進めますよっていう、まあ、動画ではね宣言してますんで、その方には言ってないですよ、うん、そこだけ勘違いしないでいただきたいなと思ってます。またね話が長くなっちゃって申し訳ないんですけども、一応そんな形でその朗報っていういい話っていうのは、その4人の申し込み者の中から自分が1人選ばれたというところですね。やっぱり日々の努力っていうのもありますんで、別に自慢してるわけじゃなくて、常にその意識を持っていってるわけですよ。ちゃんとね、自分は、きちっとした大人っていうね、男の、大人の男っていうのをアピール
するっていう、まあ、その男の大人の男のスタイルでいるっていうね、ことを心がけていますんで、皆さんも同じ世代の方もこれからまだ若い方ね、これから年どんどん上がっていくんで、そうなった時に手を抜かないで自分磨きは必ずしてください、じゃないと本当に選ばれませんので、まあ、早い方は自分の彼女と付き合ってる方と早めにもう結婚するとか、早めに知り合って、合コンとかでも知り合って、友達の紹介とかでも知り合って結婚した方がいいです。こういう不自然な形で婚活という場にもし参戦する方いたら、本当に大変です。戦いです。ライバルはいっぱいいます。で、女性の目は超えてきます。で、贅沢を言ってきます。それを受け止められる、もうふてくされないで受け止めながら、まあたまにはね、愚痴ったりはするけど、そういうこともやりながら戦っていかなきゃなりませんので、本当に大変な世界です、婚活っていうのは。で、年齢が上がれば上がるほどどんどんストレスも多くなるし、選ばれなくなる、選ばれにくくなりますんで、だそこはもうあとは自分を本当に磨いていくしかないというところになります。まあ、車のセールスと一緒ですよね。どっかの結婚相談所の女性の方が言ってましたよね、ね、車を売るように自分がセールスマン、アピールポイントアピールする、で、磨いとくとかは磨いとくという形になります。まあね、上っ面だけ磨くんじゃなくて、中身の方も磨いていったらいいと思いますね。だからね、皆さん男の人は仕事しっかりやって、で、いい女性に巡り合えるように婚活を、ね、してる方戦いましょう。で、同志の皆さん、まだ希望を捨てないでいただいて、俺が必ず何かいいね、いいこうスパイスを与えていきますんで、これからも動画要チェックでお願いします。見逃しなしよ、まあね、成功するかしないか分かんないですけど、もうこのもがいてる姿、あがいてる姿を皆さんに、リアルな姿を、等身大の姿を見せたいと思っております。それ長くなりまして申し訳ございませんが、この辺で、ごきげんよう。